どうも、岡本天国のお時間がやってまいりました。今日ですね、新型ね、このコロナウイルス、今すごく騒がれてますけれども、そんなちょっとご時世にですね、岡本天国では三浦に5000万で古民家をちょっと買ってみました。そのちょっとね、今日はその購入した5000万の古民家を皆さんにちょっと見ていただきたいなということで、ちょっとこの動画回しております。早速ですがね、ちょっと紹介していきたいと思いますので、カメラさん、こっち、岡松天国。どうですか、まずこの青い屋根、これ映ってますか、これ。このね、青い屋根、すごい特徴的な建物で、まあ、こうそう、結構魅力的だなと思ったところです。不動産屋さんの話によると、築、まあ、100年以上経ってるんじゃないかと。一応築不明ということで購入したんですけども、所有する土地の広さっていうのが約1000平米ぐらいあります。早速じゃあ玄関の方に。玄関、これ特徴的なのが、これほらタイルがすごくおしゃれじゃないですか。花柄みたいな感じで、オーナーさんがですね、リノベーションを三浦の中でリノベーションやってる、まあ、会社を営んでるオーナーさんだったので、まあ、こういうちょっと可愛い施しが多い物件となります。一応玄関入ってすぐにこの丸いすりガラスがあるんですけども、ちょっとね、多分映像だと今反射して分かりづらいと思うんですけど、この奥に薪ストーブがあるのは見えるんですよ。はい、これ実際薪ストーブです。で、これもともと持ってたアラジンのストーブ、今ね、もう春になってきたんで特にさ、あんま使ってないんですけど、まあ、この物件ですね、ゆくゆくは こういう感じでハウススタジオみたいな感じで、こう立派なお客さんにね、貸し出せるような感じで使っていこうかなと思ってはいるんですけども、うん、いや本当におしゃれで、あと結構照明もろもろもらいものなんですけども、もう前のオーナーさんのセンスが抜群、すごくないですかこれ。なんかこうロッジみたいな、山小屋みたいな、これと、あとステンドガラスみたいな、ああいう、これ僕のお気に入り、もう大変お気に入り、ドイツから購入しました、鳩時計です。これがまあ1時とか2時とか、そういう時間になるとこう鳩が出て、あと音楽が鳴って、あとこのこう木こりがいるんですけども、それがこう釣りをしてるっていう動きを見せてくれる鳩時計になってます。岡松天国。キッチンこんな感じです。こんな感じで、まあ、こうひねると水が出るし、コンロはね4口あります。で、ここまだね全然整理できてないんですけど、ここもちょっとおしゃれにな、家電とか、例えばトースターとかレンジとか、そういうものを置いて、これからちょっとおしゃれな感じでレイアウトしていこうかなと思ってます。ここもまあちょっとこれからどう使おうかなって思ってはいるところなんですけど、一応ここ洋室として、一応下カーペットで、まだ全然物がね散乱してるんですけど、ここもちょっと洋室として貸し出せるようなスペースにな、これからしていこうかなと思ってます。キッチンからね入ってきてすぐのところにある、これ和室、一つ目の和室です。なんかここはなんか ほぼほぼリノベーションされてない部分なんですけど、なんでこれかなり歴史が感じられる部屋となってます。はい、こちら3つ目のお部屋にやってまいりました。で、ここも一応和室と、あと今モックがいる方、一応タイルにこうなってて、なんかちょっと古民家カフェみたいな感じになってます。あとこの縁側を見てほしいね。これ先ほどのね和室のところとこうつながってる、こう縁側部分になるんですけど、これどうですか、ここ開けるとね庭になってて、この障子があってに庭があって、でその間こう、まあ、縁側みたいな感じになってます。じゃあ次行きましょうか。次2階ご案内します。オフィス部分になります。今後ねここにテーブル2つ置いて仕事をしていくという感じです。こちらねトイレになります。いいトイレなんですよ、パナソニックさんのアラウーノ。ここにですね洗剤を入れることができて、もうなんてトイレ掃除いらずみたいな、まあ、いらずとは言ってないと思うんですけど、まあ、綺麗にしてくれる。
岡松天国。ということで、ね、今度は庭をまず紹介していきたいと思います。本当に広いです。今ここ車1台と、今ちょっと動画映ってないと思うんですけど、ここに今3台で、あとまあもう全然詰めればあともう 4,5 台ぐらいはいけそうって感じです。まだね、じっくりこう庭のなんだどんな植物が入ってるのかってあんまり把握はしてないんですけど、ここなんかガーデニングスペース、もうだだっ広いガーデニングスペース、まあ本当これもどうしようかなって感じです。でも感じです。でここバーベキュースペース、ちょっと回した、ちょっとダメだ、閉まんないここはね、こういうバーベキューセットがあります。こちらです。ね、本当広いですよね、この物件は。でまずこの小屋みたいなのが、ここ実際お水が出ます。なので、まあ、例えば見えますか、これ見えてます、こうやってお水が出ます。でここもなんか空間があるんですけど、まあ何でしょうね、どう使うか分かんないですけど、例えば灯油置き場とかなんかそんな感じじゃないかなと思ってます。でここですね、もっとちゃんと囲ってあげて、まだわかんないですけど、なんかヤギを飼うみたいな話もちょっと出てて、まあ飼うとすればここだなっていう、そういうスペースです。でここ完全倉庫になります。この倉庫もね、実は2階建てになってまして、今引っ越ししたてでもうとりあえずぶち込んでるっていう感じなんですけど、ちょっと足の踏み場がないんですけど、ちょっとカメラさんこっち、そうまだここが完全に空いてるんですけど、まだね完全ここ空いてるんですけど、裏の小屋の2階になる部分になります。まだねここまあ何でしょう、前のオーナーさんがこの小屋自体、前のオーナーさんかがなんかすごい釣り好きで、まあ、僕らと同じで釣り好きで、なんかこう釣りの仕掛けとかをここでこもって作ってる、でもそういう釣り具小屋みたいな感じとして使ってたらしいです。岡松天国。はい、ということで今回は今回購入した物件のちょっと中についてね、紹介してみました。はい、ね、今後ねこの青い屋根の古民家スタジオカマステイがね、どんな使い方ができるのかでね、どんな人がこう来てくれて、その辺をどんな使い方ができるのかっていうのをちょっと模索しながらね、使っていければいいなと思ってますので、ぜひねちょっとご興味のある方ぜひ来てください。でね、この次の動画ではね、この周辺地域がどんな感じになってるのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思いますので、引き続きご視聴お願いいたします。今日はありがとうございました。